鳥ちゃん。おっす。鳥取研究所です。本日もですね。もうちょっと喋っていただけるということですね。<laughs> あの、東京都立大学教授法学部長谷口光一先生にお越しいただきました。ありがとうございます。 先生、何か質問があるということで。と、まあ、あの、日本の水商売、法哲学者、夜だ街を歩くっていうの PHP から4月11日に発売したんですけれども、今やってるのは4月12日に収録していて、これはい、はい、日本で一番早いこの本の,あのレビューということになります。はいはい、で、あの、専務にはですね、ちょっとまだ、あ、実は本が届いてないんだけれども、あの、ゲラの段階のやつをあのお送りして、あの、それであの読んでもらいました。はい、コロナ中にですね、1年ぐらいかけて、日本全国、いろんなあの、観楽街もあって、スナックだ ラウンジとかバーとか行った話をあの書いてる本であのノンフィクションとか機構文みたいな感じのところもあるんだけれども。うん コロナ中に回ったっていうことで、やっぱり営業規制の問題とかね、あとあのクラスターの話とかもいろいろ、うん、まあ報道被害の話とかもあったりして、そうい、ん、う話もあのいろいろあの書き込みました。はい、だからまあ、この機会じゃないとちょっと書けなかった本かなっていうふうに自分では思ってます。うん、で、日本の水商売ってかなり攻めた <laughs> のタイトルにしましたけれども、まあ、なんで水商売って言葉を使ったかっていうと、やっぱまあ商売なんですね、水の部分だけにこう焦点を当てた話が多いけれども、普通のそのなりわいとして、 商売としてみんな真面目にやってるんだよって話をやっぱ知ってもらいたかったと。うん でちょっとまあ、延長したっていうか、あの、聞きたかったのは、たくさんの店が20軒ぐらい出てくるんですよね、お店がいろんな地域の。はい。で、あの、全部どこの店に行きたいと思ったかなって、ってみたかったんだけれども。<laughs> スナックがなくなるから。新特徴ですね。あの新特徴ですね。帯広。街、うん、が挙げて。半徴営スナックみたいなやつですよね。ですです。なんか、あの、銀行員の女の人にやってくれないか。あれ面白いですね。まあ、これはね、あんまりちょっと表で言うと、あれ、問題あるかもしれないんだけど、この人ね、ものすごい美人なんですよ。 <laughs> びっくりしますよ、すごい背もすらっと高くて、みんなで、ねえー、こんな美人がこんなところでみたいな、本、ま、当、あ、人口3000ぐらいの、えー、まあ村みたいなところですよね、うんうん、本当に飲食店もあんまないところだけど、まあ、前のママが高齢で辞めるんで、うん、あのその店を地元の,あの建設会社の方が買い取って改装して、その4、5軒しかスナックがない町なんで、そのうちの意見がなくなるとね、ちょっともう夜が <laughs> 寂しくなりすぎると。あ やっぱ社交場としての取引先の北海道銀行の帯広支店長の人にいやちょっと新しいママ帯広は結構大きい歓楽街ありますからうん、うん、誰か紹介してくれないかなって話をしてたらその銀行の勤めていた女性が辞めて、うん、スナックのママになったっていう結構すごい話なんだけどすご,すごい話ですよね大繁盛してるらしいじゃないですか。 もう公民館ですよね、あそこは。<laughs> だから、その、<laughs> まあ、本当にね、やっぱりヘルプチカその女の子もいないから、本当に一人でやられてて、もうてんてこまいですよね。もう結構広い店で、ね、割と人入るんだけど、で、やっぱコロナ中も、その、やっぱここは絶対潰してはいけないって、みんななんか、代わり番号に来てたみたいですね、ローテーション組んで。<laughs> そんな元銀行でお勤めになられてたスラッとした美人のママがしっかり相手してくれるってなるとちょっと男性陣にはちょっと嬉しかったんじゃないでしょうかね <laughs> <laughs> まあでもやっぱり言っても田舎の方だったんで、うん、あの営業できない時の方がやっぱ長かったみたいですけれどもね<ー>ちっちゃい地域だと高齢者も多いし本当にみんな占めるじゃないですかだ、うん、から割と孤独で本当きつかったって話されてましたねママさんは。 やるとこうおばちゃま同士で結構わちゃわちゃやるんですけど、男ってね。 仕事辞めると行くとこないんですよねまあねそうなんですよ,ですよ他はどっか行ってみたいとかありました <laughs> あれも面白かったですねなんか銀座なのに鹿児島あのまま天文館で大阪城店を作られておられたのに何を考えたのか銀座に行かれたっていうことで、うん、あれ面白いですねまあ、銀座でやってたりしてね地元に帰ってこう大きい店やるって話は聞くことがあるけど、うん、地元で大成功した後に銀座に出てきて、うん っていうのはもう結構びっくりしますよね。お帰りなさいっていう店なんですよね。お帰りなさい薩摩通。うん、会員制バー。 っていうことになってるんですよねあのもうあのカウンターしかないお店すごい綺麗なお店なんだけれども<ー>本の中にも書いたんですけど私もたまたまそのママさんがだいぶ前にお客さんを見送りに外に出てきてる時に、うん、店の前をたまたま通りかかって中をこう覗いたら見えてお綺きれいな店だなと思ったから見送り終わって帰ってきたママに「私初めてなんですけど入れてもらえますか?」って言ったらこう見て。 いいですよって言って入れてくれたんだけど、うん、後で、ここって会員制なんですよねって言ったら、そうですよって話になって、<laughs> なんで入れてくれたんですかって言ったら、なんとなく大丈夫だと思ってって言って、で僕みたいな感じで人入れることあるんですかって言ったら、<laughs> ないですねって話をした。<laughs> <laughs> そうなのみたいな。<laughs> なそれ以来行き始めたところなんだけれども、結構流行ってますね。ママがねなんかちょっとこう、うん 運勢を見ることができる人なんですね。そういう勉強してる人ですごく綺麗な方なんですけど。はいはい。 なんかね結構見て誰かわかんないんだけどどっかで見たことあるなみたいなスポーツ選手みたいな人とかも来てなんか運勢見てもらってますわ<ー>私も何度か見てもらったことがあるんだけどいや結構で、ね、ちょっと最近びっくりすること当てられてちょ超びっくりしたことがあったんだけれどもへえなんて言われたんですいちょっとねそれはあのあ<ー>、ね、言えないな <laughs> <laughs> まあそういう人ってやっぱりこうビ商売やってる人でいますよねちょっとスピリチュアルっていうかこう導くみたいな感じの非常に面白い店ですね先生の 地元だけでもちょっっと面白かったのが小腹が空いたからコンビニ行こうと思ってパジャマで出かけてパジャマのまんまなんか飲み行きたくなって飲み行った店渋谷の店でしたっけ あ、そうそう。あれはね、原稿は最初はね、うん、自転車で行ったって書いてんだけれども、編集者からね、先生、これ、道路交通法違反なんで歩いて行ったことにしてくれます <laughs> <laughs> そうそう。まあ、もう、事故なんですけどね、どもう、事故、事故、うん。あ、確かに、バーで行って自転車で帰ってるなと思って、まあ、昔ね、住んでたところが渋谷まで自転車で20、20分か30分ぐらいで行けたんですよ。<え>だから。こうこぎますかね。 いや全部ね、田舎の人はね、自転車とか歩くの少なすぎですよ。われわれ20分とか別普通ですよ。あ, <laughs> あ、そう,そう,そう <laughs> 特にコロナ中になったらもっと乗ってたしね、まあ、それはさておくとして、えー、まあ、割とすぐっていうことなんですよね。はい、そ,うそれでまあ、昔ね、そのなんか、寝巻きでコンビニ行った時に、夏だったんだけど、うん、このままバー行っちゃおうかなと思って、うん、いつも行ってるバーに行ったらね、まあ、渋谷の宇田川町工場の近くにあるんだけど、うんうん、私が店に現れたら、爆笑してて、うん、なんで 寝巻きなのみたたい,い家から来話して <laughs> でもそこのバーテンの人も,もう30年近くの付き合いになるから素敵ですねあ,あの時のこと覚えてるって言ったら「いやもうべっちゃ覚えてる」って話になって「<laughs> この人寝まきできてるわ」っての本当覚えてるわって話してたんですよね。うそうやっぱり長く行ってるところと話すとね、まあ、お互い年取ったなって話になるけど家族 とは違う。こう帰る場所っていうか、う面白いもんだなっていうのは本当思いますね。まあ、でもね、やっぱコロナで結構高齢の人やめたのも多いんじゃないかな。割とね、七十代のあのママさんがやってるところ、結構多いと思うんですけど、多かったですね。 みんなね、割とやめ時きを失ってたのもあるんですよね。やっぱやめるってなると、<ー>常連さんから、いや、ちょっともうちょっとやってくれよって言われたりするから、うん、まあ、なんとなくやってたけど、でもやっぱり実際コロナになってみると、高齢者だと、まあ、怖いですよね、やっぱコロナ。うん、あとはやっぱ70 すぎて立ち仕事ね結構きそうですねだからまあこれをいい機会にっていうのでやめた人も結構いるんじゃないかなって思いますけどねうん他はねでもやっぱりね鳥取なんでごめんなさい朝日町のお話が気になりましたねマスクあとよそ者禁止あれはひどかったですね夜直のね話は割と,ほんとこう 象徴的な話だと私も思いますね、うん、で実際、米子のラウンジみたいなところに入れてもらって飲んでたら、まあはい、本の中にも書いた話ですけど、サントリーの,あの営業の人なんか来てね、あの話してるとまた聞きで聞いたんだけど、うん、やっぱり米子の主犯ってか、お酒の売り上げ、全国でも最悪レベルだったらしいですね。だからもう、それからその夜の街の状況を押して知るべしっていう話で。うん やっぱ根本的にダメになってしまってたみたいですよね。むしろね、もう一回行ってみたいですよ。普通の状態に復帰した朝日町がどんな感じになってるのかなっていうの、本当思うんですけどねまだ普通とは言えない。まだなってないか。いやでももう ホステスさんがマスクしてるところな,ないですね、ほぼ。ないでしょないでしょ、しょうん、先生。旭川、まあ旭川大都会だからね、比較するのはあれだけど、うん、旭川も2月に行ったけど、もう全然マスクしてなかったですしね。結局、マスクしてないお店が繁盛してて、でマスクしてるお店は失ってる売り上げに気づいてない。そういう状態ですよね、やっぱり。 でも、これからね、結構良くなるんじゃないかな、いろいろ、例えば電気代の問題とかね、いろんなその<ー>原材料費の問題とか、ちょっとあんまり良くない材料は多いのはあるんだけれども、割とみんな飲みに出てるなっていうのは結構強い印象で、あのこの本の中にも出てくるあの渋谷のバーにちょっと編集者たちと本の出版祝いで一緒に行ったんですけど、渋谷、火曜日ぐらいだったかな、出たら、もうね、コロナ前にも見たことがないぐらい人が出てるんですよ。えー、すげえ びっくりするぐらい人が出て、もうちょっと外国人だらけ、あのまあ白人の人が多いですけど、もう完全にインバウンド戻ってきてて、信じられないぐらい人がいるんです、店も全部満員。 銀座も結構すごいみたいだけれどもあとねもう一つね見てて思うのは割と2極分化してるだからね都心の方でここは結構知る人ぞ知る美味しいお店ですよみたいなところはもうね <laughs> 予約取れない <laughs> あ <laughs> ぼちぼち今までやってたようなお店がやめたじゃないですかこの23年そうそう,そ,うその分なんか供給力がなくなってますよねまあでも。 やっぱり飲食ってもともとね、あの、新規出店、あの、旺盛な、ああそういう、新代社の激しい業界でもあるから、空、うん、いた店舗でいいとこなんか取っといてね、新規回転するところも結構出てきてますけどね。あと、なんか、飲食の復活にボトルネックだなって思ったのが、 タクシーが捕まんないんですよね先生そういやそれは本当に大きな問題で、うん、最近ね出張に行くとタクシーがいないんですよね。そうなんですよまあ,あの専務とはちょっと前にも別のところでこの話したことがありましたけどコロナ前からね割とその傾向はあって地方に公園なんか行くじゃないですか。ではい、はい、地元の方なんかと話して最近夜飲み行きますかって話したら「うんうん、いやもうさっぱりなんですわ」みたいなこと言われて「もう夜出るの飽きましたか?」って話したら「 あの飲みに実は行きたいんだけれども、うん、金曜日とかだとね、代行が来るのを待つの3時間かかるんですわと、代 <laughs> 行 <laughs> の運転手がいないんですよね、もうコロナ前から。それはね、あのタクシーだけじゃなくて、ホステスさんもそうで、な、うんか地方の方でこうずっとチーママとかやってる人が独立するみたいな話になることがあるんだけど、まあ結構お金も貯めてたりするんですよね。うん、で、先生、私、店出そうかと思ってるんだわって話されて、ぜひ、うん、一国一条の主になったらいいよねって話すると、でもね、 やっぱもう今もう無理だと思うと、なんでかっていうと、うん、雇う女の子がいいないとだからねあの、もう人手がいなくてっていうのも、もうコロナ前から抱えてた問題なんだけれども、うん、それがやっぱさらに加速してるんですよ、ね、ごめんなさい、もう経済の話を少しさせてください、地方の,その飲み屋のキャストの時給、実はね、鳥取とか1500円とかからなんですよ。 安いんですよね。まあ、2000円とか2500円出せば、多分困ることもないと思うんですけど、やっぱなんかこう、お客さんが来てないから、やっぱ値上げがまあそうですよね。客単価自体がね、うん、まあ、鶏がさっきか、卵がさっきかって話なんだけれども。怖いんですよ、やっぱり。いないお客さんにさらに値上げしたらどうなるんだろうって、怖いんですよね。まあでも やっぱり水商売とかっていうのは人がね一番大事な商売だから、うんうん、そこにやっぱりお金をかけられなかったらもうこれは商売として終わりですよね。ですよね。だからちょっとこれはあのどこかは言えないんだけれども、うん、私がよく知ってるある地方で飲み屋街があるんですね。うん、でそこみんなね、まあ、割とよくないわけですよ水商売。一、うん、軒だけでめちゃくちゃ儲かってるところがある。<お> <laughs> 他の場<倍>合 <laughs> でママがもうすごい綺麗な子しか雇わないの。あそう。私が行っても、ここはすごいなっていう。いや、安行先生も連れて行ったことがあります。うん、<laughs> も完全に会員制にしてて、本当に知ってる人じゃないと入れないんですよ。先生、僕も連れて行ってください。<laughs> もちろんです、ね、ありがとうございます。<laughs> ちょっとどこかは後でまた教えますけれども。ありがとうございます。だからね、やっぱ今の話から分かるときに、いいところっていうのはね、うん、やっぱ来るんですよね、人が。食べ物屋でも。 非常にそのレベルが高いところはもう本当にもうめちゃくちゃ繁盛してる、うん、でもなんとなくやってるようなところっていうのはあんま来なかったりするだからもうこんな感じですよね飲み屋さんもこれから復活傾向なんですけどいいお店の方に人がどんどん入っちゃってちょっと調子の悪いお店とかはやっぱ女の子にも時給がうまく払えないわけじゃないですかまあ負のループにはまってしまいますよねそこをなんとか踏ん張って頑張れるお店が生き残れる、うん そんな時代なんでしょうかね、先生。 でもまあ水商売って根本的にそういうものですからね。コロナがどうかなかろうかっていう話ですからね。確かに確かに。まあまあ、やっぱそこで賭けに出れなかったらまあそれまでよという話かなと思うんですけどね。<laughs> <laughs> まあちょっと厳しいけど。十、うん、万八千件あった飲み屋さんが、そう。二千十五年にはま少なく十万件ぐらいあったんだけど、今は四万件ぐらいですかね。うん、あそんなにいっちゃったんですか、うん。でもまあ飲食店の数自体がずっと減り続けているのがそもそもあるし、うん、まあだって日本人口がそもそもめっちゃ。 ちちゃくちゃく減ってるじゃないですか。あなるほど。うんうんうん、この1年で80万人とかでしょ、80万人結構すさまじいけど、その前まで5、60万だったのが1年間の減り幅で5、60だったけど、去 <laughs> <ん>年から今年80ですもんね。<laughs> 子供が生まれてないですからねそうそういや。だからね、死ぬのはそんなに私は気にしなくていいと思ってて、これも井田康之先生が以前、あの中央公論の辞表かなんかで書いてたけど、うん、割とそとコロナであのこうインフルエンザとかも全部抑えられたじゃないですか。 だから普通の感染症とかめちゃくちゃこう減ったりしてて手洗いとかいろいろ貿易やったから、うん、ちょっと言い方あれだけど普通にしてたら死んでたはずの高齢者が割とこう生きてたっていうのがあると思うんですよ。うん はい、それがまあこうなって一気にこう、まあ、いつしでもおかしくない年齢の人も結構いるわけだから、うん、まあ老衰ありますからねその人ばバーってちょっとタイムラグで、まあ、飯田先生は逆刈り取り効果とか言って書いてたけれどもそ<ー>も,もあるかなっていうのはあるしあとはまあさっき言った通りまり、あ、そもそもの話としてやっぱこう70代になると割とやめますよねあ<ー>それが一つのきっかけとしてきてるのかなっていうのもあるんですけどねまあでもこれからちょっと日本もねなんか。 面白おかしく、夜の街を賑やかしていかないと。 いけませんからね。そうですね。まあ、でも、本当、ぜひ一度、あの朝日町とか鳥取の方は、あの直に見に行ってみたいもんですね。はい。ぜひ。本に書いたのと、どう変わっているかというと、ぜひ見てみたいもんです。はい、<laughs> ありがとうございます。ということでですね、これを見ている私の友人の飲み屋経営者諸君。専務とですね、谷口教授が行くかもしれませんのでですね。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> まずは、日本全国の飲み屋の状況を教えてくれる素晴らしい本があるんですよ。先生、なんてタイトルでしたっけ。 日本の水商売、法定修学者、はい、夜の街を歩くというタイプで。こちらの本ですね。この本をですね。まずは読んで、谷口教授のおこしをですね。待つ、これでよろしくお願いします。ということでですね。す <laughs> 本日はですね、東京都立大学、谷口光一教授にですね。日本のスナック、飲み屋の状況を教えていただきました。先生、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。